はい、誕生日を迎えました。24歳になりました。菅原まやです。イエーイ、みんな明けましておめでとう。おめでとうございます。すいません、いつもいつもこうやって劇場でやってさ。なんで？劇場は私たちのさ原点じゃん。いいよね、原点で頂点なんだからさ。今年初ショールームです。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。実はね、でも隣にはさ5つの金のは、はい、お誕生日です。そう、まだ年越せてないんだよね。うん、まだクリスマス、まだクリスマスのまま。ありがとう、誕生日です。全然誕生日お祝いしてください。皆さん全然誕生日お祝いしてください。ハッピーバースデートゥーユー私、ハッピーバースデートゥーユー私、私終わっちゃった。ハッピーバースデーミラーボール終わっちゃった。じゃん、終わったから歌うのやめた。ハッピーバースデートゥーユー私、ハッピーバースデーマヤちゃん、マイマイ歌って、まだ続いてます。ハッピーバースデーディアマヤちゃん、菅原まやちゃん、ハッピーバースデートゥーユーイエーイ。ありがとうございます、優しい。菅原がミラーボールないから歌わないって言ったらミラーボール投げてくれありがとうございます。優しいファンのみんな。24歳になっちゃいましたよ。隣にまやちゃんがいます。そうなの。あ、こんちゃっす。こんちゃそう、今年初めなのに急に始めてごめんね。いいんだよ、急にごめんね。急に始めてくれる、うん、始めないより始めてもらった方がね、いいですか。急に始まったからってみんなびっくりしない、しない。そのためのフォロー機能でしょ。ハッピーバースデー私へにまやちゃん、ハッピーバースデー私。まきこさんが誕生日の前踊ってくれてる。嘘。みかんのまやちゃん、まやちゃん、まやちゃん。今日の髪型は何だと思います？まやちゃんの、うん、何だと思う？まやちゃんの髪型でゲーム、イエーイ。絶対盛り上がんないこのゲーム。まやちゃんの髪型を当てるゲームです。何でしょうか。でも24歳か。そうだよ。レオナさんが25歳なこともびっくり。どっちのびっくり？なんか大事だよそこ。まだ25か。まだ25か。でもね、それよく言われる。まだ25歳なんだねって。どういうこと？なんか精神年齢が高い。あれ買ってんじゃん、それ。どれ？あれ買ってないの？そう、買った。メイクさんが、メイクさんが持っててよかったホットビューラー、ドンキで買った。売ってたんですね、よかったです。うん、売ってた。あの、栄のどこに売ってるんだろうみたいな言ってたじゃないですか。そう、マジどこにも売ってなくて、なんかどこに売ってんのこれと思ったら売ってた。ね、24歳になっちゃいましたわ。どうですか、24歳。あんま実感ない。うん、そうだよ。実際ない。私もなかった。あんま、なんかすばらの、うん、の友達も、うん、誕生日が1月だったんですけど。あ、そうなの。同い年の子なんですけど、うんうん、なんか先に24になられて。あ、向こうの方がね。はい。とは聞いた。え、なんだね、すごい。そうです。あ、あの動画見てたよ。待って、やってる。5つの金のは、うん、好きだな。やめて、流行らせないで。5つの金のはで、なんだっけ、忘れちゃった。え、友達が、そう、あ、そっち、どうって聞いた。まあ実際実感ないよ。うん、言ってたって言ってて、うん、そりゃそうだ。まあそんなもんかってなりました。うん、そんなもんだよ。いやー、私24歳になったから、なんか配信の感じも変わるかと思いきや、変わらずメイク前配信っていう。メイク中配信。あ、メイク中配信。まあ変わんなくていいのよ、別に。そんなに、まやちゃんはまやちゃんでいることが大切。そう、素敵な言葉をかけてくださりありがとうございます。いいよいいよ別に。
スカラマスカラ。今日は死ぬほど時間をかけてメイクさんがリボンを作ってくれました。可愛かったです。可愛い。見える？見えなかったら見る努力するんだ、はい、見えなかったら見る努力して自分で自分で努力してください。めっちゃ可愛い。でもみんなはどう？あ、24歳のまやちゃんについて。24歳になったんだけど、みんなどう？変わったかな？みんなまやちゃんにコメントして。24歳のまやちゃんどう？昨日も帰り道にお祝いしてもらったんですけど、うん、まあ、ぶっちゃけ実感もね、なかったです、うん、なさそうな雰囲気だったよ動画見たら、うん、分かるでしょ、はい、分かった。いつも通りのまやちゃんでしょ。いやさ、誕生日ってさ、ほんと別に変わってない、何もないんだけど。あ、やばい、変なところに書いちゃった。23歳の時よりは可愛い。確かに、そうか、うん、23歳の時よりより可愛くなっちゃってるよね。みんなたくさんのさ、23年間たくさんの愛情を注いでもらったから、うん、24歳のお前ちゃん、それで可愛くなれたみたいな。なるほど。すごい、グラビアすごいね。アスリート、アスリートとは、アスリートはあれはそういう錯覚。めちゃくちゃバキバキだったっけ。バキバキ、 バキじゃないですよ。それも別にバキバキじゃないけど、今日くれた、今日くれたとか言って、今日ゆうかたんがお誕生日プレゼントくれたんだ。キラキラ。まだレオナさんの届かないから楽しみにしてるね。でもまだあるから絶対に使う。まだあるってどういうこと？あれだけじゃ終わらせないから。え？あれだけじゃ終わらないの、うん、まやちゃんはね、今年は私のリクエスト通りのものをくれる。終わらないよ。ありがたい。あれだけでは終わらせないよ。まやちゃんの誕生日プレゼントは何やかな。なんかみんなにその誕生日をプレゼント何がいいみたいな言われるんですけど、限度額いくら限度がね、そういくらまでいけるんだいっていう話ね。そう、いや、なんかいくらまででもあげたい気持ちはあるんだけど、そうだけど追いつかない場合ってあるじゃない。やっぱそうね、収入と追いついてない場合もあるじゃないですか。だからその聞かれても、あ、本当に欲しいものは本当には言えないってこと。あるけど、なんか言ってももらえんのかなって言ったところでくれないでしょっていうね。くれるかもしれないし、くれないかもしれないしっていう、そう、そのいつにいつもらえるかもわかんないじゃないですか。確かにね。だからなんか言ってもいいのかなみたいな。一回言ってみるだけ言ってみるっていうのは。なるほどね。そこから考えるっていう。なやかがそう 7D2 で乾杯したいって言ってきたのいいんですけど、うん、あいつマジでクソなんです。なんで急に。だからじゃあ、そしたら7期の、うん、年一番上とドラニーの一番上がごちそうなって言ってきたんですよ、うん、あっちが乾杯したいって言ってきた。じゃあ、まやちゃんよ。絶対菅原じゃん。ドラニーの一番上はまやちゃんなんだ。どう考えたって。そうなんですよ。大ため言い出しっぺじゃない。そう、言い出しっぺなのに。いいじゃん、当日じゃんけんとかで決めなよね。みんな同じ土俵に上がっちゃったんだから。そうだよ、みんな大人になったということだよ。そう、急にあやか言い出してきた。かわいいね。でもみんなで乾杯しよう。ね、でもしたいです。楽しいよね、同期と。あんますがら飲んだことないんですよ。あゆかとも一回飲んだくらい。あの、メンバーとお酒はあんま飲んだことない。レオナさんともなくない、うん、飲むタイミングないやん。だって飲もうよ。レオナさんは本当にね、遊ぶって言ってるのに一回も遊んだことない。あ、かわって言ってるだけなの、お互い。そう、でもね、そうよくないね。なんかレッスンとか終わった後にちょっとノリで行こうみたいなのがめっちゃあるんですけど。めっちゃある。ご飯行ったりとか、なんかもともと予定を立ててがないですよね。そう、一回もなくない。いや、だから一回だけだよ。私なんかピアスに付き合ってもらった時だけ。あ、そうだ。まやちゃん、何？ピアスって言って懐かしい。菅原が開けてあげるよ。
それいつも言ってくる。それは嫌だって断ったもん、私が。あげてあげる。まやちゃんが私があげてあげるからピアスは出る。それは嫌だな。だから家にやっぱピアスあるから。嫌だ。新しいピアスにしよう。新しいピアス欲しいの？うわ、言っとこうかな。お、ピアスにしよう。ここにいつもつけてるピアスで。あ、そう、緑の。緑です。あれ？ここにつけてる、つけれる系の。あ、つけれる系のやつ。はい。ピアスが欲しい。常時つけれる系のやつね。はい、分かった、任せろ。任せました。これはマキコさんにおすすめしてもらったリップライナー。おすすめしてもらった。リップペンシル。なんかピアスを前より つけなくなって。嘘。でもそれイメージある。なんかあんまつけてないよね。前はその開けたてとかはめっちゃよく変えてたんですけど。結局ね、しなくなるよね。そう、嫌なら、まあ、この、ここの部分しか、うん、しなくなった。はい。私もそう、結局なんか、で、しなくて放置してたら穴塞がりそうになったから慌ててボディピアス買った。全然下がってくんない。下がってほしいところ危ない。なんかさ、耳たぶん多分分厚いんだよね。めちゃくちゃ。ほんと、常時腫れてんのってぐらい分厚いから。で、すがらも腫れてる。すぐ閉じちゃう。気をつけないと。閉じる。あっという間に。危険。危険。危険、危険。バグ起きてる。マイコさんのバグが起きてる。やばい、前髪長い。切ってあげようか。ダメ、美容院行くから。美容院までは我慢する。なんか皆さんからおめでとうのコメントをいただけるんですけど、はい、あのここもだし、LINE とかも、ああ、なんて声そうかなってってなっちゃって、うん、で、遅くなりますよね。遅くなりますよね。良くないって分かってるんですけど。なるほどね。難しいですよね。はい。ツイッターとか、ツイッターじゃないね、 X とかはね、 X とかも LINE とかだったらさ、なんとなくさ、スタンプとかあるし、まあ、X もね、ハートありますけど。確かに。でもなんか、X いつも1日経ってからバーって返してるか。うん。私は。X っていうの慣れない、マジ。慣れない。私全然 Twitter って言う。そりゃもう。めっちゃ言っちゃう。なんかさ、LINE は来てて、ツイッターも来てるみたいな時あるやん。はい、私もよくやるんだけど、すごい、どっちかでいいかなって思っちゃうね。どっちがいいんだろうね。どっちに怒った方がいいの？そういうの、そのファンの人にやってるよって示しがつけたいんだったら。それ大事だよね。そう、なんかその表でやってないからやってないって思う。なんか思われそうな人には、そう、なんか、なんていうの、思われたくなかったら、わかります？わかる。あ、絡みないとなんか言ってないでしょとか。確かに。後輩とかの方が余計ね。そう、思われるじゃないですか。そういうの。じゃあ、まやちゃんがいいんだけどいい？うん、全然。わかった？みんな、みんな、まあ、私はまやちゃん。コメントしてくれてもいいけどね。全然コメントしてくれても。それでいいねしか返ってこないんでしょ、だって。ちゃんと返す。お、愛してる、ありがとう。あ、愛してる。まやちゃんから愛してるいただきました。昨日レオナさんから大好きいただきました。まやちゃんからも大好きいただきました。ラブラブ。大好きなんてそんなさ、そのね、ちょっと照れちゃいますよ。照れちゃう、やっぱ。私大好きと思った人にしか大好きって言わないね。マジ言われたことない人、どんまいです。どんまい。でもなんか本当になんかちょっと照れちゃった。あんま自分が言わないか。あ、マジ。
あ、嬉しい。26日配信出た。連続すごいね。もうちょっとで終わりですけどね。もうちょっとで終わりなの。うん、1ヶ月しかやんないから。あ、30日までってことね。31日でもいい、まあ、本当は今日で終わりにしたいところなんですけどやっぱ1ヶ月、ね、誕生日ね、終わったから、うん、いいね。いや、怒らせ。ハイライト塗りたい。ハイライト、もう毎日やるんです。ほぼ時々しかやらなくなる。で、絶対必ずいるんですよ時々になったら、うん、最近すがら、はい、配信やらなくなったなって言う人。ブン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 、あ、ブン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 っていう、うん、なんかアンチみたいな人が毎回絶対に現れるんですよ、うん、なるほどね。毎回同じコメントしてくるんですよ。覚えてほしいから、そのコメント知ってるの。え、そうじゃない。あ、またこの人このコメントしてるって覚えるやん。そう、そう、それ狙いなんじゃない実は。ね、まえちゃんのこと大好きなんだね。なるほど、うん、好きじゃん。ポジティブシンキング、ポジティブシンキング。ねえ、スピーチ何話そう。ね、まえちゃん、私の生誕のスピーチ考えてるごめん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 。じゃあ、すがらの今日のスピーチ考えていい？あの、お手本にして。あ、わかった、そうするね。でも、レオナさんとさ、喋ってったよね。うん、いや、生誕祭ってさ、うん、明るいのがさ、あ、そう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 、しみりしちゃいけないっていう話をしたよね。でもさ、やっぱさ、文句言いたくなっちゃいますよ。どういうこと？あ、文句じゃない、間違えた間違えちゃった、今。本音？何？本音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 やば、文句言いたくない間違えちゃった言葉、間違えちゃった。間違っちゃってる、だいぶ間違っちゃってる。まえちゃんって言葉間違えやすいんだよね。間違えやすいからね、まえちゃん。そういうところも愛してっていう話だよね。そうです、私は本当に愛せよっていう。だから しんみりとか真面目になりすぎがちだよね。そう、ちょっとなりすぎないように頑張る。ちょっとふざけたスピーチ考えようかな11年目にして本日は私の24歳の生い立ちを祝ってもらうために、うん、生い立ちかわいい、かわいい、祝っていただき、祝っていただき、誠にありがとうございます。ありがとうございます。本日はお日柄もよく、確かに、ね、お日柄もよく、はい、お祝いの場にとってとても素敵な天気となっておられます。はい、おられます。おられます。が、が。まあ、やきところで乾杯したいなと思います。乾杯してる。皆さん、あの、SKE ウォーターをグラスの方を、 SKE ウォーターを手にお持ちください。ご準備ください。乾杯乾杯乾杯ってなんか他にないのかな。でもさ、昔ってさ、うん、ケーキとかだったんですよね。え、そう、ケーキあった。経験したことありますか、ケーキ。あるよ、2回か3回ぐらいあるよ。2回かな。ケーキ食べたいんだけど。いや、ごめん、2回も嘘かも。1回だ、1回しかない。ケーキ食べたいんだけど。ケーキね、なんで配信だったのか忘れちゃったな。やっぱもう予算が、予算だったっけな。なんかね、セリがなんとかみたいな感じだった気がする。こぼしちゃうから。そう、落としちゃいけないみたいな。まあそうですね、厳しいですもんね、感じだったような気がするけど。なんか私の時はなんかサキポンともう一人同期の子と3人で、はい、なんか合同生誕祭みたいな時でも、そういう時ってスピーチどうするの？で、3人やる。3人分の手紙と3人分のスピーチ。めっちゃ長くない？それ、めっちゃ長いと思う。で、サキポンがフルーツ食べれないし、うん、なんか生クリーム嫌だみたいな、うん、チョコケーキがいいみたいになって、チョコケーキに少々のフルーツみたいな。でもケーキフルーツないと無理です。でしょ。で、私は全然なんかいちごのショートケーキとか食べたかったけど。でも今日は食べれない人に合わせるべき。まあ、なっちゃいますもん。しばらも今日ケーキ食べました。何ケーキ食べたの？いちご。いいじゃん、ケーキ食べたいな。今日ケーキ2個食べてんじゃん。そんなに食べた。
ああ、なるほどね。お誕生日のケーキとお祝いしてもらって、お祝いしてもらったケーキと、と自分で食べた、あのハーブス行きました。いいな、ハーブス。公園前に。え、ハーブスってさ、毎回違うケーキ食べる？はい。うらやましい。私いつもなんか同じケーキ食べちゃうんだよね。冒険できない。なるべく違うのにしてるけど、基本定番です。私、あの、ハーブスさ、なんか家まで持って帰ることが多いのね。はい、家族で食べるから。なんか、ミルクレープ以外頼んだことない。じゃあ今度行きましょう。今度行く。ハーブス。よし。ハーブス行く。菅原とレナさん。取り付けた。そうです。行っちゃいますよ。なんか今日漏れてないか。まだ髪さ、横毛とか巻いたらもうちょっとどうにかなる。センイルチュッカヘヨ。カムタムニラ。ライトの加減じゃない。ここめっちゃ明るいよ。スガルモリタ。カムタムニラ。飲む飲む。あんま韓国語もう忘れちゃった。めっちゃ出しといて。飲む飲む、嬉しいです。え、このさ、なんか足りないですか？前よりアイシャドウの色マジで薄くなった。薄い。でも今日いつもより血色濃い気がする。ピンク着てるから。チーク塗ったでしょ？だって塗ってない。え、暑いの。ピンク着てるから。暑いの、テンション上がってるじゃん。暑い。なんか、体調悪い。え、いないかも今日。そういう、じゃあ私が代わりにスピーチするお願いします。私が代わりに。皆さん、菅原麻耶の24歳の誕生日お祝いしていただきありがとうございます。ありがとうございます。本日、はい、あの誕生日の菅原がですね、はい、ちょっと本日欠席という形で私がスピーチを代読させていただきたい。代読してくれるの。はい、したいと思います。23歳の1年は、はい、とても毎日充実し、はい、とても楽しい でした。でも23歳の津田の年って、うん、なんだ。でもなんか、あの今日、うん、それでこそ、うん、去年何のスピーチしたんだろうみたいな、うんうん、でこう目標言ってたんですよ、うん、何も叶えられなくてなんか何も叶えられなくて、なんかポジションも下げないようにするし写真集も出せますみたいな、うん、何も叶ってない。ポジションは下がるし写真集は出せないし。でも23歳叶えられなかった。じゃあ24歳頑張ればいい。そう、別に23歳頑張ってないわけじゃないから。そう、頑張って。23歳を経て24歳頑張ろうって言いました。あ、なるほどね。そういうことか。そう、なんかスピーチ見て、マジ何よ何よ。だから今年はそれを叶えられる年にしますって言えばいいの。インスピレーションではやっぱフロントにさせてもらってです、はい、今年は3列目やめな3列目でも新公演も始まって。あ、そうですね。あ、センターの曲が始まりまし ました。もう終わり終わり、生誕スピーチ終わりほら、ミレーターも喜んでくれてる。もうお祝いしてくれてる。ありがとう。もっともっと可愛いよ。世界で一番可愛いよ。もっともっとそうだよとか言って。あ、そうだよって言った。今嘘だよって言いました。そうだよ、やばい。そうだよ。マイコさん嘘だよって言ってない。ミレーターもお祝いしてくれてるから。いやでもたくさんの人にねお祝いしてもらえて、うん、よかったですよ。でしょ。家族からなかなか LINE が来なかったですいやいや、家族ってそういうもんですか。逆にでもいいです。今日はやっぱめっちゃ見られてたマネージャーに。でも家族は男。ああ、あの、でも家族は一足先に誕生日をお祝いしてくれたんで、まあよしとします。ああ、なるほどね。はい、地元でね。帰った時に、うん、
てかなんかさ、年始に、年始っていうか今年始まるなって感じるんだよね。そのタニさんとかまえちゃんとかの誕生日に来ると始まったなって。でも今年まだ、なんか誕生日ってあんま実感ないんだよ実際。なんだろう、ずっとそう。今年だけ、え、毎年なくない？いや私今年よりない、なんかなかった。てか今年はなんか年始が始まってる感じもしないし、なんか不思議だよね。なんか寒くないからだって。やっぱり、いや寒いっすよ。やっと寒いやん最近。寒いもんは寒い。なんか年末がなんで年末感ないかっていう話をした時に、やっぱり寒くないからだっていう、なるほど、あれに至った、結論に至ったから。じゃあ開けてないのか。もうこっち出てます。ちょっとこっちよりこっちのが出てる。逆に、なんかこっちが出てるってか、へこんでる。こっちがここがってことかな。いやこっちがいいんですよ、こっちに合わせて。なんかね、この辺がもうちょっとこうやってなったらいい ね。ここさ、もうちょっとキュッてしてさ、これピンで止めてもらえばいいんじゃない。もう一回言ってこよう、うん、っていうな。まあ、今日の髪型はまいっこさんが以前なさってた髪型にしました。いいですね。なんかロングも似合うね。こんなロングなの。もうレオナさんのロングも何年も見てない。どっちが長いです？ショートにする前は、うん、ずっとロングでした。小学校の時とか。ずっとロングだった、うん。切ってもこの鎖骨ぐらいだったと思う。じゃあよう切りましたね。切って正解なぐらいマジにやってる。本当？よかった。なんかね、本当にマジにやってる。もう切りたいってなった時があったんだよね。うん、もういいやみたいな。へえ。マジで似合ってる。よかった。ほんと、まあ、ロングのレオナさんもよかったけど、マジで似合ってる。でもロングにしたいけどね、もう一回。今やるとまた違いますよね。絶対違うよね。前髪ある時のロングってありましたっけ？あるよ。ずっと前髪パッツンパッツン黒髪ロングだったけど、まあ、じゃあフェスティバルの時期がたまたま長かっただけ。そう、鉄菜の後半ぐらいから前髪伸ばしてて。え、何年ぐらい？2015とかじゃないかな。だからちょうど菅原が入り出した時ぐらいがもう、そう、伸ばし始めだったのか。なるほど、だからか。そうそうそう。パッツンしてないです。パッツン、髪の毛めっちゃ短いパッツン。あんなに、でもちょっとなんか長いの似合ってるから、ふんわりって感じ。ふんわり系でしょ。なった前より。前はもうほんとこの巻かない状態で結構パッツンだったけど、今は巻いてふんわりパッツン。いいね。私は巻かない状態でまっすぐが好きかな。結局汗かくからさ。まあわかります。それが一番本当やりやすいんですけど。本当こんぐらい切りたい今。菅原もそのパッチンしていいってなったら全然もっと切れる。切りたいけどこんぐらい切りたい。まあ、言うて1センチぐらいの、うん、1センチ眉下ぐらい。でももう美容院予約したから。菅原の美容院はいつかな。まだですね。美容院行きたい早く。もう髪色飽きちゃった。エクステ巻きちゃう。エクステ大変そう。なんかウルフカットしたくない？なんかロングのウルフって絶対可愛い。だからやってみたい。レイヤーめっちゃ入れてみたい。なんかさ、ミオマルか誰かがさ、一回めっちゃレイヤー入れてて可愛かった。ミオ今入ってます。今も入ってる。うん、最近入れてた気が。怖い。切った髪を筆にしてください。切った髪筆にしてもいいけど、別に菅原の毛じゃないよ、これは。確かに。ちなこの髪を切っても、別に菅原の毛ではない。これ菅原の毛ではないです。誰かの毛。そう、誰かの毛。なんか今日に限ってハイライト忘れたし。使う？もういっか。いいのかい？はい。どうですか？髪の毛をやらないといけないので。うん、そうするでしょ。
まだ終わってないの。まいこさんとミレータンが一生懸命TikTok を撮ってる。今日だけ許して。でも本当に急いでマキコさん家に行きました今日は。でも今日お祝いしてくれるって言うから、あーなるほどね、今日急いでマキコさん家行って写真たくさん撮って、うん、楽しそう。でも今のうちに誕生日の写真をあげとかないと次生誕が来ちゃう。生誕の写真載せたいからね。そうだからもう悩む。いいじゃん、もうバクッなんか早い時間に、うん、早い時間に載せ本当は載せたくないんだけど、もう載せるしかない、ね、そうだって。みんないいねして拡散して、いいねしてください、お願いします。ノーズシャドウでも今日は入れてみようかな。入れよう。パーティー楽しかったです。まあ、言うて別にパーティーはしてないんですけど、ただその写真を撮ってもらうっていう。なんかそれに合わせてちょっとお姉さんみたいなお洋服着ちゃって、お昨日はおちょっとセクシーになっちゃったけど、お、まあ、24歳おだったんで、まあ、でも23歳の時もセクシーだったんですけど、そんな23歳のセクシーが見たい方、ブブカ発売中です。ブブカ発売中です。買ってください。でも、うん、もうちょっとしたら生誕くじも出てくるんで、お回してほしいんで、お金使いすぎないでください。でからの、まあ、今日来る人生誕 T 多分劇場で買える。ね、目薬の刺し方マジで怖い。え、今日は生誕なんで、はい、やっぱ劇場で生誕 T がちょっと買えると思うんですよ。お買ってください。おい、全あるだけのお金を私に使ってください。正直者かな正直者。今日来る人、あーい、みんなどうぞ。今日来る人、あーい、今日来る人、まだ待ってくれていますか。はい、オッケー、はーい、100万馬券当ててきて。私だけって言うなら貫いてよね、隠し事なんてしないでよ、寂しくなるから。ああみんな、じゃあ来れないやつはDMM を見てください。来れないやつは来れない人は、ちょっと35分になったら終わります。はい、まあ、生誕祭終わりにショールームちょっとできたらいいですね。頑張ってください。ちょっとだけよ。皆さん本当に見る目ありますね。最強。そういう人たちが今日集まっちゃうのかな、うん、そういう人たちが集まっちゃうの、やば。やば。え？何ですか？20日の手をつなぎながら公園に出ますねって言われた。知らなかった？マジ？頑張ってください。マジ？マジか。で待って、 SKE 劇場に入りましたって人いるんだけど、どういうこと？もう入ったってこと？もういんの？もういるんじゃない？サンシャインにいるってことかな。え、でももうここ入れますよね。あ、そっか、並んでんのか。炎の K2 出るよ、知ってます。え、言いました。 K2
聞いた相川さんからその話を聞きました。その話を聞いた私はまた太田さんに LINE しました。悔しい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 、なんでさこんな出たいって言ってんのに出させてくれないんですか。出たい。 K2 のマネージャーどうなってるんですか。菅原さん忙しいんじゃないですか。バカ暇でしたバカ暇でした。どういうことでしょうか。手綱で待ってるよ。あ、そちらは大丈夫ですそちらは大丈夫です。すらなかったね。全然暇でした。悔しいです。わかんない、これからあの仕事が入るかもしれないだけで。そうだよ、だからこういうことがある、知らないだけみたいな。なんか菅原たちってその基本的にスケジュールがある、決まってこうスケジュール帳みたいなのあるじゃないですか。あの表みたいな。いやそう、スケジュール表みたいな、ね、あるんですけど、でもなんか全然その案件が入りそうなところに基本的に仮案件みたいな、あそうそう案件入りますよみたいな色のお仕事入るかもみたいなみたいな、なんか表記がされてるんですよ。で全然入ってないから、もしかしたらそれがあるかもしれないと信じて。そうだよ、それがあるんだ多分、うちらに知らされてないだけで。で信じて、そうそうそう、僕らをつなぐものですから泣いちゃうかも始まった瞬間にと、うわぁ、キツだまあいつか菅原が時間がない公演出れるのを楽しみにしててください。手綱は出ません。あ、35分じゃん。じゃあ皆さんありがとうございました。バイバイ。終わりたいと思います。誕生日です。24歳になりました。24歳の菅原麻也も愛してください。よろしくお願いします。また夜できたらやろうと思うのでよろしくお願いします。じゃあこの後は18時30分から DMM で見てください。18時半から DMM で菅原の生誕祭見てください。頑張ってきます。バイバイ。いっぱいつぶやいてトレンドに入れてください。あ、インスタもいいねしてね。じゃあねー、バイバーイ。ありがとうございました。